ねえ青、青は放課後とか普段どういうことしてた？え？何？突然。いいじゃん、教えてよ。そうだな、駅前に出かけたり、たまにカラオケ行ったり。別に特別なことは何もしてないよ。ふんふん、なるほど。さっきからどうしたの？ニヤニヤして。私そういうのはやったことないからさ。ずっと憧れてたんだよね、そういう学生っぽい遊びとか。そっか、ずっと病院で。ねえ青、私も普通の学生みたいなことできるかな。私も友達と一緒に駅前に出かけたりカラオケに行ったりできるようになるのかな。なるよ、きっとなる。私何にもわかんないからさ、青、私のことカラオケに連れてってくれる？うん、もちろん。あー、でもその役割はレナさんに譲ろうかな。二人で行ってきなよ、私はその後でいいからさ。うん、うん、きっとこれはチャンスなんだ。絶対につかめなかったはずの希望が今目の前にある。私このチャンスは絶対に逃したくない。生きて、生き抜いて、全力で人生を謳歌してやるんだ。それに今度は逃げも隠れもせず、正面からレナの思いを受け止めてあげられる。レナは私がいないとダメなんだから。勇気もレナさんがいないとダメでしょ。はあ、そんなわけないし。本当？うるさい、本当だし。Thank you.